シンバビロニアとリディア、メディア、エジプトの4大国シンバビロニアは、ナボポラッサルにより、メソポタミア南部のバビロニアを中心に建国され、アケメネスアサペルシアのキュロス2世によって征服されるまで地中海沿岸地域に至る広大な領土を支配した帝国である。首都はバビロン。以前は、カルデア王国とも呼ばれたが、現在の研究によればナボポラッサルは、カルデア人ではなく、 この故障は正しいとは言えない。紀元前千年期諸島のバビロニアは強力な中央権力が存在せず多くの短命の王朝が攻防する不安定な状況にあった。バビロニアの政治的、神学的中心都市はバビロンであり、バビロンの王がバビロニア王と見なされたが、実際には諸都市は独立した状態にあった。さらにもともと遊牧民であった。 アラム人やカルデア人の諸部族がバビロニアに定住し、特にカルデア人は政治的に重要な役割を果たすことになる。アッシリアによる征服バビロニアの北部には強大な新アッシリア帝国があり、あれこれ口実をつけてバビロニアに軍事介入を行っていた。カルデア人のメロダク・バルアダン二世がエラムの支持を得て即位するとアッシリアのサルゴン2世は大規模なバビロニア遠征を 行い、メロデク・バルアダン2世は逃亡。その後エラムの助けで再びバビロニアに戻り、反乱を起こすが、アッシリア王センナケリーブによって血圧される。センナケリーブは、長男アッシュール・ナディン・シュミをバビロニアの王位につけるが、アッシュール・ナディン・シュミは、侵入してきたエラム軍に連行されてしまった。これに激怒したセンナケリーブは、報復のためエラムに侵攻。 多くの都市を略奪し破壊した。さらに、アッシリア軍はバビロンを包囲し、バビロンは15ヶ月後に陥落した。センナケリブの次のアッシリア王エサルハドオンはバビロンの再建を行った。彼は、下の息子、アシュール・バニッパルをアッシリア王、上の息子シャマシュシュムキンをバビロンの王の後継者に任命した。しかし実際のところ、バビロニア王は、 アッシリア王に従属する立場であり、バビロニアでの最終決定権を持っていたのは、アッシュール・バニッパルであった。シャマシュ・シュムーキンは、1652年、アッシリアからの独立を宣言して、反乱を起こした。バビロニアの諸都市アラム人、カルデア人の諸部族が反アッシリア軍に加わった。特に、カルデア人のナブーベール・シュマーティは、シャマシュ・シュマウキンと並ぶ。 もう一人の反乱の首謀者として、アッシリアに認識されていた。全650年のアッシリア軍のバビロン包囲により、餓死や薬病で多数の死者が出た。そしてその2年後、シャマシュシュムウキンが王宮の火事で死んだことにより、反乱は終わりを告げた。アッシュール・バニッパルはエラム制圧に乗り出し、略奪し破壊した。エラムにかくまわれていたナブーベール・シュマーティも自殺した。 反乱の後、カンダラヌという人物がバビロニア王になるが、この人物が誰かはよくわかっていない。アッシュール・バニパルが死ぬと、アッシリアでは王位をめぐる争いが起こり、バビロニアも混乱に巻き込まれた。このような状況の中、アッシリアへの反乱の主導者として登場したのが、ナボポラッサルである。彼は、自らを誰でもないものの息子と秘文に書いており、 その蘇生は謎に包まれている。カルダー人であるとか、アッシリアの将軍であったという説もあるが、現在の研究では、バビロニア南部にある、ウルク氏の有力な一族出身であったと考えられている。ウルクは、親アッシリアであり、もともとアッシリア派であったという過去を隠すため、自らの自を隠したと見られる。バビロンの王として、1626年に即位した後も、 すべてのバビロニアの都市を支配下に置いたわけではなく、アッシリアとの抗争は続いたが、アッシリアに対して優位に立つようになった。紀元前612年にメディア王国と同盟を結んで、アッシリアの王とニネベを攻撃して陥落させ、その後もバビロニアによるアッシリア征服は続いた。こうしてアッシリアは滅亡し、その後、かつての栄光を取り戻すことはなかった。新アッシリア滅亡後、 バビロニアはシリア・パレスティナの制圧に向かう。シリア・パレスティナ諸国の後ろ盾はエジプトだった。紀元前605年、ナボポラッサルは長男ネブカドネザルを差し向け、バビロニア軍はカルケミシュの戦いでエジプトに勝利を収める。しかし、同年ナボポラッサルは急死息子のネブカドネザル2世が即位した。即位した後、 ネブカドネザルはシリアパレスティナ諸国に遠征を繰り返し、次々と掌握していく。このような状況下でユダ王国が反乱を起こした。バビロニアはユダを攻め、前597年エルサレム陥落。バビロニアはユダの王、エホヤキンを、はじめ多くの住民をバビロニアに連行した。この時バビロニアによってユダの王位についたゼデキアも、 後に反乱を起こし、全586年、ネブカドネザルはエルサレムと神殿を破壊し、再び住民を強制連行した。シンバビロニアの王は王妃分において、もっぱら、自ら行った建築事業について述べており、軍事遠征などの政治的な内容にはほとんど言及していないが、いくつかの間接的な言及等から、かつてのシンアッシリア同様、 全メソポタミアシリアを含む広大な領土を支配していたことがわかる。また、バビロンの石モニや、そこから続く大通り、神殿等、数々の建築を行った。有名な空中庭園は、その存在ははっきり証明されておらず、ニネベの庭園が誤って、バビロンとされた、という説もある。いずれにせよ、この王の時代が新バビロニアの最盛期と言える。 ネブカドネザル2世の死後、バビロニアは再び政治的に不安定な状態に陥った。ネブカドネザルの息子のアメルマルドゥクが即位するが、治世2年にして暗殺される。アメルマルドゥクを暗殺して即位したのは、ネブカドネザルの娘子といわれる高官メリグリスサルだった。しかし彼は、即位した時点で、すでに高齢だったと思われ、その在位は長く続かなかった。 その後、ネリグリッサルの息子、ラバシマルドゥクが即位するが、ナボニドスとその息子、ベルシャザルによるクーデターで倒された。ナボニドスは、ラバシマルドゥクを倒して、紀元前555年に即位したが、彼自身は王家の人間ではなかった。その蘇生は、はっきりしないが、彼の母アダドグッピは、名前から推し量るにアラム系であり、 ハランという都市出身で、決心神,神を信仰していたことが、彼女自身の自伝とも言える碑文からわかっている。即位後間もなく、遠征に出発したまま、アラビア半島のテーマというオアシス都市に10年間も滞在。その理由に関しては、諸説あるが、はっきりしていない。ナボニドスがバビロンを留守にしている間、皇太子のベルシャザルがバビロニアを治めたが、 新年の祭儀は、大不在で行われることはなかった。前541年頃バビロンに帰還した後、神殿の改革などを行うが、特に月神神をマルドクの代わりに最高神としたことが、バビロニア住民の反感を買った。アケメネスアサペルシアのキュロス2世は、この住民たちの反感を利用し、前539年バビロンに無血入場することに成功した。 新バビロニアの領内統治システムは実はあまりよくわかっていない。行政区に分けられ、長官が任命された。地中海沿岸地域やカルデア人、アラム人の住む地域では地元の有力者が王によって任命された。バビロニアの都市行政は各都市の市長もしくは神殿の長官を頂点とし、都市の有力者からなる集会によって決定されていた。 社会構造は大まかに自由民、奴隷、小作人からなった。都市の市民階級、免税など様々な特権を享受していた。神殿の高級官僚や王室の官僚、職人や商人などによって構成される。自らの名前とともに父親の名前及び先祖の名前で呼称される。伝統的な一族は神殿の聖職録を保有していた。 奴隷は、王室奴隷、神殿奴隷、個人所有の奴隷に分類できる。私有奴隷個人所有の奴隷は、主人の家族と共に暮らし、家事等に従事する。売買や譲渡、主人の借金の担保の対象となり、自らの身柄に関して決定権はない。財産としての価値は高く、アメリカの黒人奴隷のように無知で打たれたり、迫害されることはない。 結婚して家族を作ることができる。解放されて主人と養子縁組をし、主人の老後の世話をする場合などもあった。例は少ないが、自分の財産を持つこともできた。神殿奴隷神殿に従属し、祭儀などの宗教関係以外の雑用に従事する。王室奴隷王宮に従属して雑務に従事したと思われるが、王室奴隷に関してはあまりわかっていない。 王室や神殿、大土地を所有する個人に雇われる。都市周辺の農村地帯に住んで土地を工作し、収穫物を小作料として納めた。これは神殿、王室にとっての主要な財源であった。実際には細かい制度上の際によってさらに細分化されていた。ナボポラッサル紀元前625年紀元前605年。 ネブカドネザル2世紀元前604年紀元前562年、アメルマルドゥク紀元前562年紀元前560年、ネルガルシャレゼル紀元前560年紀元前556年、ラバシマルドゥク紀元前556年わずか9ヶ月で暗殺された。ナボニゥス紀元前555年紀元前539年息子のベルシャザルと共同統治。 ありがとうございます。